はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回ちょっと面白いパーカッションを手に入れましたので、これの紹介とレビューをしていきたいと思います。はい、今回紹介するのは、フスパーカッションさんのダブルクリップシェイカーっていう楽器です。これ何かというと、シェイカーなんですけれども、このシェイカーに、まあ、このようにですね、クリップ、調整できるタイプのクリップがついておりまして、これを靴につけて足で演奏することができるっていうシェイカーなんですね。はい、この作ってるフスパーカッションさんですね。今回僕も初めて知ったんですけれども、ちょっと調べたところによりますと、このフスパーカッション、ドイツのパーカッションのメーカーで、ピアニストで家具職人でもあるレイコーさんっていうのかな。レイコーさんという方が作られているパーカッションだそうです。で、このシェイカー以外にもタンバリンのジングルだったり、あとはですね、カスタネットみたいなものを足につけて鳴らせるようにしたアイディア商品みたいなものをたくさん出してますのでですね、気になる方はぜひ検索してみてください。で、この手のアイディア商品っていうのは、このフスパーカッションさんが唯一無二というわけではなくて、実はカホンがですね、世界的に広まったぐらいから、いろんなメーカーが挑戦してるんですね。ただし、まあ、出ては消え、出ては消えっていう感じで、なかなか浸透しないと。で、パーカッションやってる方なら多分共感いただけると思うんですけれども、この手の商品っていうのはですね、非常にチャッチーものが多い。要は、おもちゃみたいなもんでですね、実践で使えるものはほとんどないと。じゃあ、今回のこれはどうなんだっていう話なんですけれども、結論ですね、使えるか、使えないかって言ったら、使えます。ただし、要練習っていう感じなんですね。で、今回はですね、これの単体の音だったり、他の楽器と組み合わせて演奏した時にどんな感じになるのかっていうのをですね、やってみたいと思いますので、見てみてください。はい、まずは肝心の音ですね。こんな感じです。はい、おそらくこのシェイカーの中の粒々がですね、少し大きめのもので、ちょっとザクザクするような質感です。で、参考までに、シュラグベルクさんが出しているウッドシェイカー。お持ちの方はですね、まあ、これと同じような質感です。っていうか、シュラグベルクもドイツのメーカーなので、まあ、これがドイツのスタンダードなのかわかりませんけれども、おそらく同じような中身が使われています。続きまして、音量ですけれども、大体ですね、標準的なエッグシェイカー2個分くらいの音量です。はい、重さは 103g ですね。特別重いというわけではありません。はい、ではいよいよ足につけていきます。靴の、まあ、かかとのこの部分ですね。ここに、このようにクリップをかけて、回して止めると。で、これで、おお、こんな感じで振るんですね。はい、で、このようにかかとを上下させて、まあ、貧乏ゆすりのような感じでですね、振りますので、実はこれ早いテンポの方が簡単でした。まあ、これずっとやってるとしんどいんですけれども、意外と手でやるよりもですね、楽に振ることができます。ただし、ゆっくりめなテンポ。もうこのぐらいのテンポになるとですね、中の粒々のコントロールがめちゃくちゃ難しいです。で、予想外に良かったのが、まあ、こういう風にですね、軽く地面を蹴るようにすると、このシェイカーがブルブルブルと動いてくれて、まあ、ダブルというかトリプルというか、なんか連符的なですね、音が出るので、これを習得すればかなり使えるのではないかと思いました。ただしかなりむずいです。はい、で、マイナスポイントとしましては、これ見た時から思ってたんですけども、この本体のサイズ感に対して、やっぱこのクリップがちょっと小さすぎですね。なので、こう、激しく振った時にここがスポッと抜けちゃいそうになるので、どうしても抜けたくない場合は、これを靴に留めた後に一回ガムテープなどで留めるとした方が良さそうです。はい、では一番ありそうなシチュエーション、カホンと一緒にやってみます。Thank you.
はい。で、意外と需要がありそうなのが、アコギの弾き語りと一緒にですね、足でパーカッション演奏するという場合です。まあこれドラムとかパーカッションやったことがない方がですね、やるのかなり難しいと思うんですが、まあ雰囲気だけでもですね、一応こんな感じになりますっていうのを見てみてください。はい、というわけで今回はフスパーカッションさんのダブルクリップシェーカーの紹介でした。良さそうだなと思った方はですね、2019年12月、今現在でしたらですね、Amazon さんでも注文ができるようなので、気になる方は取り入れてみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションに関する動画を上げておりますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。